いきなり見かけ見よう。さあ始まりました、いきなり見かけ見よう、略していきみ、見かけプロジェクトの佐藤光輝です。翔浅野です。高志野です。誰でしょうね、前にほっときましょうね。はい、見かけプロジェクトとは、日本各地の民謡を次の世代へとつなげる、思い出せる和楽器の可能性を追求しながら活動してきた3人が集結、現代の感覚で作編曲し、民謡の良さを改めて日本のみならず世界に伝えていく、そんな活動をしているプロジェクトです。よろしくどうぞ。なんか久々だね、イギミとるので、なんかすごい久々だね。確かに合ってるけどね、収録は久々ですよ ね。もう大発表以来じゃない。大発表ありましたね。そうだったね。まずは、はい、10周年っていうね、誤った情報、大変申し訳ございませんでした。10枚目の記念アルバムですね。そうです。13年目とかね。そうですね。それ再編成した人にね、ファンの皆様も、関係者の皆様も、メンバーの方も、申し訳ございません。でも、めでたい気持ちは変わりませんので、はい。はい。ね。引き続き星唄ね、皆さんぜひ聴いてください。はい。お願いします。ということで、我々のね、フォースアルバムのレコーディングも佳境ですけど、はい、いや今日は本間さんが一日弾いてましたけど、はい、一日弾いてました。お疲れ様でした。ありがとうございました。何時間弾いてたの？だから9時から今8時でしょ。だもう11、2時間弾いてた。半日弾いてた。精神と時の部屋いたもんね、ずっと弾いて。いやすごいな。リアルにお昼ご飯食べる以外はずっと中入ってたから。別にマジで一服もしてないから、トイレもしてない。本間タイムなし？なし。なし。今日はなし。なし。なし。おー。でしたね。でも、あのフレージングはあんまり聞いたことないですよ、ことでは。あれは、ライブで、楽しみだな。ライブどうするんですかね。だから、もうね、やっぱあのルールを体に入れないとやばいですね。あのルールをね。さまざまなフレーズをちょっと今日、ラテンの巨匠がいたんで。はい。がね、どんどんね、言ってくるんですよ、ピアノで。はいはいはい。こっちがいい、こっちがいい、こっちがいい。うんうん、取ったら、ほんまだ、違う、やっぱ間違えたっつって。みたいなね。まあ見てましたけど。だけどそのおかげで、でもね、できないって一言も言わずに対応してましたよ、ちゃんと。さすがですね。さすが見かけの翔さんが楽しく収録してる間、我々は厳しいレコーディング。いやいやいや、いやいやいや、今日ね、楽しかった。楽しかった。とにかく完成楽しみでしょ。楽しみ。明日頑張ります、僕が。はい、そうです。つもりにつもったりもうね、もう、こうちゃんだけだもんね。いやいや、そうですよ。残ってんの。残ってんの。もう、俺次第あとは。おー。頑張ります。すげえ。はい。はい、ということでね、ソートツアーのゲスト、浅草も出てましたけども、先日、群馬と仙台の方も発表されましたんで、はい、改めて、君の方でも、はい、ご紹介させていただきたいと思います。お願いします。じゃあ、まずは仙台のゲストですね。はい。はい、松田孝之さんでーす。よろしくお願いします。まだ出てなかった。まだ出てなかったんだね。満を持して。なるほど。確かに満を持してですね。そうなんですよ。はいはいはい、松田さんは、以前から見かけのライブに出たい出たいってずっと言ってくれてたんですけど。おっしゃってましたよね。はい。はい、なかなかスケジュールが合わずに。そうそう。今回、ようやくお迎えすることになります。お願い叶えましたね。ありがとうございます。はい。すごいです、ね。何を隠すと、東京オリンピックの閉会式で東京音頭歌った人ですよ。そうですよ。すごいですよ。本当に。で、お歌のね、先生だった。そう、私のお歌の先生で、はい。同じ宮城ということで、ね。そうなんです。はい。暑い夜になりそうですね。暑いですよ。じゃあ、いや、暑くなっちゃダメなんだ。ダメなんだ、ダメなんです。ダメなんです。ダメなんです。もう直帰、ダメです。直帰もう一回すぐで、最終日2回来いなんで。あ、そうか。さすがに。ダメか。我慢していただいて。あだったら前乗りで。前乗りでね。まだまだ。あ、仙台先でしょ、うん、そうです、仙台先。だったらそれかな。そうか。うん、じゃないと国分町行けないからね。国分町行ったら、あ、多分無理。無理無理。自分の群馬ね。そうだよね。そうそうそう。あ、そっか、群馬前乗りか。群馬公演のゲストすごいじゃないですか。あ、そうです。まず、ちょっと待ってね。ちょっと落ち着いてくれ。松田先生すごいです。あ、松田先生ね。すごいです。松田先生。まあ、歌はもちろんなんですけど、三味線もね。そう。だから、どういうセットリストにしようかなっていうのは今ちょっと考えてますけども。松田さんはね、何を隠そう。3連覇。私の前の3連覇。三味線大会ね。3連覇殿堂入りの方ですか。そうですよ。ぜひ歌ってもいただきたいし、もしよければ三味線もね。うん。お。ぜひ、八戸コートとかもアレンジされたのあるので。そうですね。ぜひ、八戸のね、はい、お母様のね。そうですね。方なんで、はい。はいはい。いただきたいと思いますけれども、そして群馬公演のゲストすごいじゃないですか。じゃあ、本間さん、じゃあ群馬公演のゲスト、はい、中野みやびさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございますけども、はい、面識はね、
ないんですよ。そうなんですよ。ただね、群馬出身の民謡の方ってこう考えた時に、うん、パッとこうね、うんうん、すぐにこう思い浮かばなかったんですよね。うんうん、その中でこういろんな候補の方がいらっしゃったんですけど、はいはい、まあ、この方になったんですが、そうなんです、せっかくなんで、プロフィール、松田さんはね、うん、何回かほら、そうですね。そう、うん、お話出てますから、ぜひちょっと読んで、プロフィール、ね。プロフィールぜひ。いや、松田さん、すごく若いんですけど、うん、あの、もともとね、民謡ガールズっていう。はいはいはい、はい、知ってますよ、知ってますよ、ね、うん、かわいい女の子がいっぱいいたやつね、うん、まあそこで、まだケスあのやってる時、うん、ユニットやってる時に、結構テレビ番組で有名なザ・カラオケバトル、はいはいはい、はい、まあ、そういうの、あ、そのテレビ番組で、うん、じゃあもう歌唱力はもう、そうですね、なるほど。で、群馬のどちら出身なんですか。なんとね、大田市だ。お、一緒、在住なんです。在住、そうです。あ、そうなんすか。大田市なんですよ。まあ、お会いしたことないんですけど。どっかでも会ってる可能性はあるわけでしょ。まあ、イオンとかでもしかしたら会ってるんですよね。ねえ、確かにね。それ、芸能人とすれ違ったみたいなこと言うそうだね。アザムで芸能人見たみたいな。みたいなね。あ、でもそうなんだ。同じなんですね、地元が。そうらしい。で、結構、まあ、多分知ってる方と、まあ、まあ、真ん中でね、まあ、知ってる方がいて、うん、ご一緒とかしたことないんですかみたいな聞かれたことがあって、うん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 、いや、ないですね、っていうところから、また高くお引き受けてくださったんですよ。そうですね。ね、おじさんの、ありがとうございます。おじさんユニットです。すいません。まだおじさんじゃない頑張ろう。まだ大丈夫だ。お兄さんでいいと思う。そうだね。うん。そこはね、今はね、ちょっと老けてるかもしれない。いやいやいや、だってほら、群馬声初めてじゃない。そうですね。そうです。だから、群馬の民謡頑張って、ね。そうだね。ちょっと今考えられない。考えられない。ちょっと今はまだ無理なんだけれども。で、それも、本間さんの地元でしょ。そうです。で、やられて。大田市で。ね、のゲスト、それも大田出身の方がゲストということで、頑張って盛り上げましょうよ。はい。群馬公演も。お願いします。もちろん仙台もね。そうだね。盛り上げますけど。群馬の後は暑い夜とね。だから、あ、次は2回ぐらい。2回ですよ、2回。マジか。無理無理、あそこは無理。いけないよ。マジダメなの。飲めない。何日いけないの、大田で。2杯まで、2杯まで。2杯まで。2杯まで。2杯までです。オッケーオッケー。終わったら東京すぐ帰ります。直帰だ。2回来い。あー。東京直帰。嬉しいですよ、きっと。全部初めて生バンドやりますから。そうだね、すごいことだね。まあ、3人でやるときもね、セットリストもあるかもしれないですけども、うんうんうん、基本的にはもう生バンドで、せっかくあれだけどね、ね、はい、アーティストが集まりますからね。そうなんですよ。浅草公演もね、まあ、直三郎さんしかり、りょうちんしかり、あとこのケンタさん、はい、ケンタさんね、もうレコで見たでしょ、2曲やばかったね。やばかったよ。プロとはすごいですね。やばかった。ほぼ一発で。ほんとにやばかった。どうしたの。わからない。それプロの動きか。いや、今のおじさんの動き。今のおじさん。ラジオ番組には伝わらないから。そうだね。ぜひ YouTube を見ていただきたい。はいはい、足の込み方がおじさんです。おしょうがない。今日みんな仕事終わってる状態ですからね。確かに、ね、コンディションはですね。ケンタさんも、ね、あとまあ、もう見かけない欠かせない、森藤さん、森藤さん、そして民謡ガールズの3人と、はい、ですね。いやもうあのステージ乗り切る、もうならない、ならない、ならない、うん、ダメ。小間さんの膝の上でいいんじゃない。誰が。民謡ガールズの、だからおじさんだって発言までおっしゃる。所作も言葉もおじさんだって。しかも浅草には出演されないからね。そうかそうかね。え、誰が誰が。民謡ガールズ。ミオガールズ。あ、待って、お前ちガールズ。お前ガールズ。いや、待って、群馬の人を失ったの。4人だけで群馬は。お前ちガールズのこと。もうちょっといい加減にしてもらっていいですか。ごめんごめんごめん。いやいや、びっくりした。あ、まあ、そういう時間もあってもいいよね。疲れてるのかな。疲れてる。疲れてるんですよね、本当に。まあでもちょっとこのレコーディング終わったら、すでに音源楽しみじゃないですか。いや、超楽しみですよ。まだ音聞いてないでしょ。聞いてないの、今僕。本間さんの今日撮ったやつ、この後聞いてください。やばいだろう、ね、あのさ、いっちゃんの曲でしょ、うん、ソロをにしたんですよ、あの歌唱。はいはいはい、はい、3回しか撮んなかったんですけど、うん、素晴らしいですから。やばやばい、やばやらかした、やらかした、やらかした。疲れ切ってんのよ。あー、空っぽの方が人間っていいのかね、やっぱり。もう大変、大変ね、凝っちゃうから、ね、邪念がこう、いやすごかった。無理、早く来たな。そうだ、あともう10分いってない。今か。すごいね、体内時計。すごっ。すごい。ちょうどだよ、ちょうどぐるぐるしたら。もうそれね、ディレクションしすぎてさ。違う違う。もうずっと時間見ながら俺今日見てるから、あ、まだかーみたいな。タイマー入っちゃったんだよ。いらない特殊能力がつきましたね。開花したかもしれない。いや、開花しました。まあ、とにかくまだまだおじさんじゃない、ならないの頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。はい。いきなり見かけみよう、毎週金曜夜8時から放送しております。過去のアーカイブはぜひ見に来てください。
それでは、みかげプロジェクトの佐藤浩樹、浅野翔、小林でした。ゲストのお二方、よろしくお願いします。よろしくお願いします。